谷中博美は戦前に日本ホーリネス教会、清め教会の牧師として活躍。戦後はキリスト小教団の重鎮になる。中田茂春監督かしわ犠牲諸学院を卒業し、日本ホーリネス教会の教職になり、監督局で中田監督の秘書を務める。1933年に中田茂春監督の進学上の問題で、ホーリネス教会内部で、 分裂事件は発生する。谷中は中田茂春監督側につく。1936年のホーリネスは教分離の後に発足した中田監督派の清め協会に義父森五郎と共に所属する。1938年6月には中田茂春監督の健康悪化のため、中田修身監督の監督業務の代行のために清め協会では代行委員が設置された。 中田綾や監督夫人、斎藤玄八、斎藤康太郎、森五郎、田中圭志が大公委員に選出された。9月17日、中田の死が間近に迫っているので、中田の自宅に、谷中、森五郎、大テイチ、保坂はじめら7人が集まり話し合った。話し合いの結果、中田の死後、森五郎が会長になり清め寮に住み、 聖書学院と柏木協会の責任も森が取ることが、中田の指示によって決められた。中田重春死去、1939年9月24日、中田家のことは、小坂はじめと、谷中博美、坂江夫妻に任された。女子両者官、竹内勝と谷中夫妻は、聖書学院の近くの茂子坂に家を借りてき嫁、教会と称して、巻き替えをすることになる。 7月末に中田綾目夫人の容体が急変し病床につくことになり子宮がんの兆候が現れた。そして8月に入ると中田茂春監督も下痢が続き体の衰えを自覚した。9月に入り綾目が既得になり中田も重体だったので谷中栄が側近にあって世話をした。 妻あやめが亡くなった10日後の1939年9月24日6時50分、東京府東京市淀橋区柏木の自宅で、超結核により死去する。9月28日に森五郎の指式により、声学院大行動で中田監督の葬儀が行われた。1941年6月に、日本キリスト教団が設立され、柳形の清め教会は、 第9部に所属する。1942年6月に清め協会で総天儀東会をしているときに谷中博美は治安維持法違反で特別高等警察より検挙される実刑判決を受ける。しかし、1945年8月に終戦後に釈放される。岐阜の森五郎1945年11月30日に 元清め教会の牧師森五郎、田中圭氏、斉藤玄八、中田呂が、教団の設立の案内を郵送する。翌年1946年1月から3日、新年聖会を開催して、キリスト兄弟団の設立が決められる。2月14日に、柳川夫妻を含め、10教会が参加する。宗教法人法令に従って、名称を、 キリスト兄弟団として届け、登記を行う。谷中は、教団本部で会計係を担当する。1947年5月に、第1回総会が、森五郎が、初代の主幹になる。1947年秋には、茨城県実の町橋間に、橋間聖書学院を設立する。1958年、森五郎、谷中博美が、キリスト兄弟団を離脱して、 キリスト小教団を設立する。その後、谷中夫妻は森五郎らと共に聖教団の石を築く。1961年、福音派のための新海約聖書を翻訳、観光するために新海約聖書観光協力会が組織され、福音的な諸団体が協力する。また、キリスト聖教団からは代表として谷中博美が参加する。キリスト兄弟団より、 田中啓氏が代表として参加する。1980年11月の8回目のイスラエル旅行の際に脳梗塞を発症する。1981年1月に帰国し、闘病生活を続け、1987年10月20日に死去する。2007年2月9日、谷中栄が95歳で死去する。田中時代牧師。 過去を知り将来を展望する東海性加工誘拐、東海性解放、教派の流れ、キリスト兄弟団、2017年9月11日閲覧、堀川勲、深海約聖書の完成まで125ページ。ありがとうございます。